はいどうも、ボットボットです。ということで、今回はちょっといつものゲーム実況とテイストが違うんですけれども、共通テストの話についてやっていきたいと思います。で、話す内容ここに全部書いてあるんで、もう時間がもったいないよって人はもうここだけパーッと見て読んで帰っていただければなと思います。最初にまず、寝る前ですね。もう前日っていうのは何が一番大事かっていうと、睡眠なんです。寝れるかどうか。ということで、睡眠を左右するのってお風呂なんですよね。お風呂を寝たい時間の2時間前に入っておく。乗る電車これ3パターンぐらい案内で調べてスクショ取っといた方がいいです。僕はしっかり本番遅れました。で、冬なんで寒いんで結構ね、場所によって暑かったり寒かったりするんですよね。まあなんで寒い暑いに合わせて調整結構幅が効くやつを事前に準備しといた方がいいんじゃないかな。朝結構ねバタバタするんで心配性の方はありかなと思います。で、時計だけは忘れてはいけません。これ時計が一番忘れやすいくせに、時計が一番当日のメンタルに影響する忘れ物になるんで、受験票と筆箱の次ぐらいカバンの中ぶち込んどいてください。で、これ意外と言われてないんですけど、雨の日とかになんか向こうついて靴下ぐちょぐちょだとめちゃくちゃテンション下がって嫌なんで、僕は替えの服とか靴下とか、まあ折りたたみ傘とか、あとでかいナイロン袋、雨とか雪とかに備えといた方がいいんじゃないかなということで。さて、睡眠ですね。ここが大事っていうのを一番最初に話させていただいたんですが、睡眠時間はマジでしっかりとりましょう。といってもね、これね、本番前ね、寝れないんですよ。なんかもうめちゃくちゃ緊張とかするし、僕も緊張して寝れませんでした。で、寝れなくてもいいんです。寝れなくても目をつむって横になって部屋の電気を暗くして携帯を絶対に触ってはいけない。動画や音楽も聞かない。なんかミイラみたいにしといたら、これはね、脳がね、休まってるんで、1日ぐらいはなんとかになります。これはガチです。さあ、当日ですね。朝ごはんはマジで食べましょう。まあ、これは小学校の頃から N 万回言われてると思うんで、今更言うほどでもないんですけど、これね、当日の朝ってね、なんかもう吐きそうで、緊張とかで吐きそうで、全然食べれないみたいな人もいると思うんですけど、これ入らなかったら、もうゼリーとかヨーグルトとかバナナとか何でもいいんで食べましょう。で、1時間目終わったら結構休み時間、後で話すんですけど、休み時間たっぷりあるんで、まあ、そこでまた追加でパクパク食べればいいんで、とりあえず最初の社会を乗り切れるだけの栄養を絶対に食べといた方がいいです。で、会場へ行く時っていうのは、これはね、もうちゃんと余裕持ってマジで行った方がいいです。なんか今日に限ってみたいなこともめちゃくちゃあるんで。で、入り口から部屋まで遠いケース、これめちゃくちゃあります。僕の場合は最寄りの大学とかで受けたんですけど、10分とか15分とか平気でかかります。もう本当に余裕持ってやっといた方がいいです。で、まあ本番が始まったらというか、緊張ですね。もう結局本番ってもう練習とか模試とかと何もかも違うんです。その恐れすぎてはいけないんですけど、実際にやっぱり違うなって自分で受けて感じました。なんで、もう自分の力っていうか点数とか 30% 割引で当たり前だと、 70% ぐらいしかもう出ないと、普通の人はね。ただ俺は、私は違うよと、そこを 90% 出そうと、減少を1割で抑えることで、他の人が 70% しか出してないところを 90% 出して勝とうと、そういうイメージを持って臨んだ方が結構プレッシャーとか少なくてうまくいくんじゃないかなと、僕はそうしてみました。で、いろんなレベルの人とか、どの教科を受けるかとか、まあいろいろあると思うんですけど、僕が一番大事だと思ったのは、問題を捨てる度胸です。実際に本番問題を解いてる時って絶対うまくいかない問題出てくるんですよ。これはもう絶対出てきます。で、その問題に時間をかけすぎて他が爆発して、連鎖反応ぷよぷよみたいな感じで、連鎖みたいな感じで、全部逆連鎖ですね、全部解けなくなって積むっていうのが、これが多分一番あるあるかつ最悪のパターンなんで、問題を捨てる度胸っていうのがめちゃくちゃ大事です。なんで詰まったり、これ解けんくねみたいな違和感を感じた瞬間、やばいと思って後回しにしましょう。絶対後回しにした方が得点の期待値は高いんで、イメージトレーニングを事前にしておいた方がいいです。で、あと途中で1個マークずれるみたいなパターンもたまにあるんで、大問終わりとかちょっと余裕あるタイミングで、ここ28番マークしてるな、 OK ぐらいでいいんで、この10秒は惜しみなく使った方がいいと思います。で、試験中ですね。これ試験中はうるさかったり臭かったり最悪な隣人っていうのがいるんですよね。僕得意教科が国語なんですけど、国語解いてる時に前のやつの貧乏ゆすりがうざすぎたんだけど、試験官を呼ぶ勇気の度胸出ずに、そのままイライラしながら解いて自己ベストとは程遠い点数を取ってしまったっていう、すごい苦い過去があります。困ったと思ったら即試験官手上げて試験官呼んだらいいです。試験官呼ぶのは無料です。大学教授をこき使える最初で最後のチャンスなんで、絶対に試験官を手を挙げて呼んで注意させた方がいいと思います。まあ注意させられなかったとしても、とりあえず一回呼んでみて考えましょう。後悔を残してはいけません。で、もう一個あるのが、迷った時に最初に選んだ選択肢を変えるか変えないか、絶対事前に決めといた方がいい。その場では判断がつかない場面っていうのが来るんですよね。解いた時1番かなと思ったけど、なんか見直しとかちょっと時間かけてやってたら、これ2番やったかもしれない。これどっちやろ、1番か2番どっちにしようかなみたいなパターンあるんですよ。だからこれもう迷って
ったら最初に選んだ選択肢で行くのか、それともその後こっちじゃねって思った方を信じるのかを、試験が始まる前、会場に行く前の電車の中で絶対に決めといた方がいいです。僕のおすすめは変えない。ちゃんとした理由がない限りは変えないでおくっていうのが、これがねマークの手間も省けるし、なんか直感ってよく当たるんで、こっちの方がいいんじゃないかなとは思いますが、ここは好みなんで。ただ絶対決めといた方がいいよって。であと何番塗るかってことですよね。なんかねこれ後でリスニングのところでちょっと話すんですけど、わかんない問題とか来るんですよね。この時に何番を塗るかっていうのをもう事前にこれも決めときましょう。2番か3番ですね。2番か3番どっちにするか、もうこれ決めときましょう。でですね、試験終了したら、これねもう試験解き終わったらあるんですよ、マジで難しく感じる。これ今までの過去問でいっちゃ難しいやろみたいなことになってしまいますが、これが普通です。本番で解いてるその問題が一番難しいんですよ、その人にとっては。だからもうそれが普通だということで、過去を振り返るな、休み時間中にねこの問題合ってるかだけ気になるから確認しとこうとかやめた方がいいです。過去は変えられない、でも未来なら変えられる。でこっからは数学と英語リスニングについて絶対にこれだけは言っといた方がいいなっていうところだけちょっと触れたいと思います。数学は中盤にある 1A2B を必ず選びましょう。これねなんか耳酸っぱくして言われてると思うんですけど、マジでどの学校にも一人ぐらいはそれで死んでるやついます。僕の学校にもいました。これは本番の魔力に飲まれちゃいけない、絶対に選びましょう。もうこれ意識しとこう、英語リスニングですね。これなんでリスニングだけピックアップして話してるかっていうと、リスニングってもう帰国子女とかじゃない限り、どんだけ圧倒的な実力があっても本番のコンディションとか一瞬の判断次第で点数が大きく変わってしまう唯一の教科なんですよね。もう次の問題始まってんのにまだ前の問題どれ塗るか選んでるとか、僕それだったんですけど、置いていかれたら終わります。なんで即断即決、置いていかれてはいけません。で分からんくて当てずっぽうにしないといけない問題が出てくるんで、これもさっきと一緒分からなかった時に事前に何番を選ぶかをちゃんと決めておきましょう。分からんかったら2番選ぶとか、2択まで絞れたら早い番号若い番号を選ぶ、そういう自分ルールを決めて時間をロスしない部分を重視した方がいいかなと思います。でご飯ですね、まあお金に余裕があれば多めに買っといてもいいんじゃないかなと思います。なんかね途中でお腹空いたなみたいな時とかでも休み時間結構長いんで、その間に食べたりとかもできるんで多めに買っといても損はないかなと。歯磨き、これはねまあ人によると思うんですけど、3分とかにしてこれリフレッシュするっていうのもありなんじゃないかなと思います。で休み時間ですね、模試と一番違うところなんですよね。これ思ってるよりかなり長い、50分あるんですよね。で10分前ぐらいから準備し始めると考えても40分あるんですよね。休み時間をどうやって活用するかによってあなたの点数5点10点変わってきます。やる教材どの分野見るかぐらいはちょっと決めといた方がいいかなと。でここがめちゃくちゃ大事、周りの話聞くな、今回のやつなんか簡単やったくね、これ絶対聞くな、で Twitter 見るな、友達からの LINE 見るな、で問題やってたっけなみたいな話し合うな、で帰宅後ですね、帰ってきたらもう自己採点基本的にはおすすめしないです。もうしないと、なんかもう次の日の教科手がつかないぐらい知りたがりな人、50点下がってもいいんだったらした方がいいと思います。で家帰ってきてから携帯触ったり友達との LINE なんかもほどほどにしましょう。この1日だけ我慢しろ、共通テストはもう己との勝負なんで、友達がいない人はここは心配いらないね。で全部の教科終わったらもう美味しいもの食べて帰り道帰りましょう。で夜更かしすぎると次の日から二次試験の勉強をする方っていうのもね結構いらっしゃる、まだ受験続いていく方もねかなり多いと思うんで、そういう方はリズム一回崩れると戻すのが大変です。夜更かししすぎには注意しましょう。ちょっとぐらいはねリフレッシュしてもいいと思います。でラスト、ここは共通テストに直接関わる話ではないんですけれども、知っておくといいんじゃないかと思った翌朝の話をまとめました。だいたいこの共通テスト次の日とかに学校に出頭して、私は何点でしたみたいな処刑をされるわけですね。これが、良かった人、こいつらは浮かれてはいけません。周りに迂闊に言いふらしてはいけません。あなたの横に座っているその子はもしかしたら当日爆死して心の中では大雨降ってるかもしれない。で切り替えてその日から二次試験ガチりましょう。うまくいった人ほど危機感を持ってやるべきだと僕は思います。こいつらには近寄ってはいけないし話しかけてはいけない、触らぬ死神にたたりなしと。悪かった人ですね、試験の半分が終わっただけ、残り半分死ぬ気でガチりましょう。きついですよ、きついですよ。ただここでガチったら絶対なんとかなる。なんでかっていうと、上で話したみたいにそこそこうまくいった人の中には浮かれてるやつっていうのがねこれ絶対いるんですよ。そいつらを引きずり落としたら合格できるよ。でこの引きずり落とす確率をちょっとでも上げるために死ぬ気で残り1ヶ月ぐらい頑張りましょう。で志望校ちょっともう受けれないなみたいなレベルで爆死するパターンもねあるんですよね。失敗をしてしまった時にリカバリーできるかどうかっていうのも一流の証なんで、ここはもう自分を騙す、言い聞かせて切り替えていくと、こういうのも大事なんじゃないかな。嫌な話で申し訳ないんですけれども、ここを見てさらに当日の危機感を高めていっていただければなと思います。でここまで聞いていただいたあなたに、実は一番最後にちょぼっと僕の緊張を和らげる考え方を載せてあります。共通テストは自己
コベストの9割を取るゲームです。はい、これはもう最初に言ったみたいに当日の雰囲気っていうのは絶対飲まれるやついっぱいいます。っていうか、なんか全員にデバフかかります。だからそのデバフをちょっとでも軽くしようっていう、そういう考え方にすると、ちょっとはね、あの肩の荷が降りるんじゃないかなと。で、他人事マインドで行きましょう。まあ分からんけど、まあ5年後、10年後の自分のために、まあ、しゃーない。一肌脱いだるか、みたいな。そういう、まあ他人事っていうか、こう、偉そうな気持ちで行くっていうのが僕はハマったんで、参考にしていただければ良いかなと思います。もしなんか質問、意気込み等ありましたら、ぜひコメント欄に書いていただければ良いかなと思います。また次回、どっかでお会いしましょう。ボットボットでした。さよなら、頑張れよ。